昨日、ふまきらさんが自社の公式ホームページの方で声明文を発表しました。それがこちらになります。トイレ用洗剤ネオナイスの用途外の使用について、当社のトイレ用洗剤ネオナイスにおきまして、近年用途外の目的で使用している動画等がアップされております。これらは製造・販売業者として決して推奨できない使用方法です。動画をご覧になられた方においては、くれぐれも真似することなきようお願いいたします。ネオナイスは強酸である塩酸を使用しており、それ自体取り扱いに注意が必要な製剤です。また、混ぜるな危険と表記されている通り、他製剤と混ぜることで人体に影響を与える事故が発生することもあります。間違った用途に使用されますと大変危険ですし、重金属を溶かした液は環境を汚染する恐れもあります。トイレ用洗剤として使用方法、注意書きを遵守し、正しくお使いください。ということなんですけれども、フマキラーさんがここまでの声明を出す意味、これは本当に重く受け止める必要があると思います。はっきり言って、もうこれは名指しはしてませんけど、完全なる警告ですよ、これは。で、僕が確認する限り、このトイレ用洗剤ナイスの名前を出して、この緊急室の動画を上げてる方は、やさぐれメタルさんと、あと、なんか、こじきチャンネルさんが1回だけ動画にしてたのかな？のその2人しか僕は確認できませんでした。これはあくまでも配信力や影響力のある方に限定されますが、少なくともそのお二方以外は、基本的には、このトイレ用洗剤という表記の仕方はしておりません。また、この方は、こういうトイレ用洗剤、家庭の身近にあるものを使って緊急室をしようとか、簡単に誰でもできますみたいな感じで、こうね、簡単に在宅でできるお金儲けみたいな形で、多くの視聴者をこう寄せ集めた方です。当然ですが、そのような配信をすることによって、多くの人が実際に真似をします。この廃液問題っていうのは、適切に処理すれば問題ないことなんですけれども、以前私が自身のコミュニティの方でアンケートを取ったんですけれども、実に189名の方がですね、環境汚染につながるような処理方法をされておりました。これはあくまでも僕の自社のアンケートですから、実際にこの緊急室を行った方っていうのは全国でもう何万人規模でおられると思いますから、廃液をそのまま流したり、不燃ごみで、そのまま出したり、してるわけなんですけれども、非常に社会問題につながるんではないかなと思っております。私も都市鉱山のリサイクル、が広まればいいなと思って協力関係をさせていただいたんですけれども、金の部分ですよね。目に見えて金メッキ使ってるような部分。こういうところ以外に、こういう IC チップであったりとか、そういったところに貴金属が入ってるわけなんですよ。最近、やさぐれメタルさんの動画でパラジウムを取り出せるかっていうのやってましたけど、タンタルコンデンサーとかっていうのにパラジウムが微量に入ってますので、そういった意味でですね、目に見える金だけじゃなくて、そういった金以外のところにも貴金属が入ってるっていうことをですね、僕もコメントさせてもらったんですけど、ぜひ、このリバースエコが今まで湿式精錬向けで集めてた金の、これをですね、やさぐれメタルさんに、もう、ぜひ活用してもらいたいと僕は思ってます。そして、こういう貴金属が含まれていない、もう、実験とかで動画では使わない部分っていうのをですね、リバースエコに出荷していただいて、それで適切に都市鉱山のリサイクルをできればいいなと僕は本気で思ってます。これはネタとかじゃなくて、やっぱりその金の部分だけ取って、あとは産廃みたいなのは僕は本当に嫌なんですよ。だからきっちり全部基盤っていうのを全部ね、そうやって貴重な資源としてリサイクルすることがやっぱり大事だと僕は思ってますので、うちの会社は別に紹介なんかしてくれなくても全然いいので、ただその使わなくなったいらない部分を送っていただきたいなと思います。ぜひ、やさぐれメタルさん、リバーズエコと協力関係を結びましょう。結びましょう。はい。これで本当に
貴重な資源が循環できると思います。やさぐれメタルさんが金のところを取って、それを使って実験して、それで多くの人に注目を浴びていただく、そしてそこで使わなかったものっていうのをゴミにするんじゃなくて、リバーズエコーが回収して、リバーズエコーが精錬所に送って、またそういった貴金属が循環される、この仕組みをどうしても僕は作りたかったんです。熱くご理解いただきまして、こういったもう本当動画上でもご紹介いただきまして、本当にありがとうございました。本当にいや、めっちゃ嬉しかったですね。はい、もう3000で引き取った業者はもうその辺の産廃業者ポイって埋め立てゴミで出してって、そんなサイクルはね、地獄ですのでね、もうそんなのはもう本当にやめないとダメだと思います。実際にはですね、まあ向こうの方はその目先の再生数であったり登録者数であったり、それから目先のお金儲けになるかどうかという尺度でしかこの都市鉱山を捉えていなかったようで、で、まあ、本当にね、残念な結果となっているわけなんですけれども、まあ、僕としてもね、やっぱりこの方にその基盤を提供してしまったという点についてね、やっぱり僕にも本当に非常に重い責任があると今回痛感しております。以前のその浜屋の動画で、あの伝票を毎回のように、ね、堂々と公開したり、されてたんですけど、その伝票公開をまさか無許可でやってるとは本当に思わなかったので、だからこのやさぐれメタルさんっていうのは本当に自分さえ良ければ、もう他は何でもいいんだなっていう感じで毎回動画撮られてるんだなと思いました。じゃあそういう方が自分のその目先の再生数だったり利益だったり、そういうことを、そういうことしか考えてない人がこのような危険な行為であったり違法な行為であったりとか、そういうことを配信することによってみんなが真似するわけなんですね。あ、これやっても大丈夫なんだみたいな。だから前も僕はやさぐれメタルさんのそういう無許可でね、廃棄物収集運搬したりとか、その動画を撮らせてもらったわけなんですけども、やっぱりですね、こういう影響力とか配信力のある方っていうのは、やっぱりその辺をちゃんと考えないと本当に問題になるわけなんですよ。このやさぐれメタルさんっていうのは登録者こそ8万人ですけれども、再生数で言うと実に100万再生超えてるわけなんですよね。この金抽出の動画であったりとか、それほど多くの人にこういう金抽出っていうやり方をルフしてるわけなんで、それのやっぱり適切な廃液方法の処理であったりとか、そういうこともちゃんと説明する責任が生じてくるわけなんですよね。僕はやっぱり会社名にエコっていう名前がついてますし、まずはやっぱりその環境の配慮であったりとか、そのあたりを非常に重く考えているので、今回のこういうフマキラーさんのどこにでもある家庭用洗剤を使って菌抽出をみんなでやりましょうみたいな配信をしてることに、やっぱりこうもうちょっとちゃんと考えるべきだったなと、本当に反省しております。なので、まあ、僕がね今後できることは、やっぱりこういうおかしな配信をしてる人の動画のね真似をしないということと、やっぱりこういう方が YouTube でこう登録者を伸ばして再生数を伸ばしてやっているっていうことの、その YouTube のコンテンツ自体の危険性というか、それを本当に問題提起していかなければ、もう世の中にどん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 悪意のない悪というか、本当に悪気はないんだけれども危険な行為であったり犯罪的な行為であったり、そういうことを広まってしまうのは、僕は本当に社会にとって問題だと思ってますので、まあ、これに関しては本当に重く考えて、まあ、啓蒙をしていきたいなと思っております。フマキラーさんがこういう回答をするということは、本当に、おそらく法的手続きも考えられてるんじゃないかなと僕は思います。誰のことを言ってるかっていうのも容易に、分かると思いますので、こういうね、本当にトイレの掃除がしたい人が買えないっていうのは、本当にそれこそ、もう転売屋と同じような形ですからね。本来の目的用途と全然違う用途で使われるっていうのは、販売してる企業にとっては全く求めてないことですし、
これが本当に企業のね、相当な迷惑につながってるっていうことを、このやさぐれメタルさん自身が全く分かってないっていうのも、本当に大人として恥ずかしいなと思います。はい。まあ、個人的に、このやさぐれメタルさんに内容証明を送って、で、基盤の返却を、まあ、今後、訴訟していくと思うんですけれども、まあ、それはさておき、それはさておき、今回のこの環境問題に関することっていうのは、まあ、僕の個人的なね、その基盤を、横領されたっていう部分は関係なしに、本当に多くの人に考えてもらいたい、ことです。これは。なので、もうちょっとこのやさぐれメタルさんっていう人が、どういう人で、どういう配信をしてるのかっていうのは、もうちょっとその、考えてほしいなと。本当にそれは思います。それが、本当に正しいと思ってるのかどうか。今回この、フマキラーのナイスっていうのを何回も何回も出されてますけど、これで迷惑するのは、フマキラーさんですし、社会の公害になったら、これ本当誰が責任取るんですかっていう話なんですよ。本当にね。やっぱりこれだけ影響力と配信力を持ってしまったら、自分のやってることに責任を持たなければなりませんし、やっぱりそれをやったことに対してちゃんと説明をしていく必要があると思います。自分のね、好きなように違法な行為をね、散々上げて、もう10個以上動画消してなかったことにしてますけど、それについてもちゃんと説明する必要があると思いますよ。あの前の動画見て勘違いしてる人もいっぱいいるわけですから、だからその辺の説明責任も果たせない。自分の好きなことだけやって、再生数稼いでお金稼げれたらそれでいい、みたいな。そういう考えは、僕は本当にこの YouTube 全体の本当害悪だと思ってます。だから YouTube っていうのは非常に有意義なコンテンツであると同時に、その配信者のそういう倫理観であったり、モラルであったり、そういう部分で本当にこう害悪になることもありえますから、本当にその配信者がどういうね、人間なのかとか、どういう理念があるのかとか、そういうのはちゃんと見た方がいいような気がします。楽しかったら何でもいいみたいな、そういうのはちょっと違うんじゃないかなって思います。はい。これから何年後かして、この川のね、金属濃度が上がってたりとか、そういう生物がいっぱい死んでしまったりとか、そういう公害が出ないことを本当に祈ります。そういう公害っていうのは、すぐに起きるもんじゃないんで、後から必ず出てきますから。なので、目先のことしか考えれてない人たちっていうのは本当に危ないんですよ。ね。本当、今やったことに対してすぐ結果が出ないと分かんない人が多いんで、でも、今回はそうではない。必ず、いつか、ね、亡くなるわけじゃないですから。そうやって垂れ流した、ね、重金属の廃液が、その金属がなくなるわけではないんですよ。そういう公害的な物質っていうのは。じゃあそれを取り除くためにどれほどの経費がかかるのか考えたら相当の問題ですよ、これは。だから、もうちょっとその目先のことだけとか、そういう薄っぺらい部分だけの解釈で自分さえ良ければいいみたいなことをするのは、本当にもうやめましょう。本当にそれは思います。ちょっと、本当に認識が浅い、自分さえ良ければいいみたいな人が本当に今増えてると思うので、心配です、この公害に関しては。やっぱり本当のエコっていうのは、その資源の循環で利益を上げつつ、やっぱり環境にも配慮できないと、それは何のエコでもないですから。お金儲けだけしたいんだったらそれはエコじゃないし、環境のことだけ配慮するのもそれはエコではないんで、だから両方がきっちりうまく循環するような、そういう社会になってほしいです。この件に関しては、ツイッターでも、このフマキラーさんの警告に関しては、掲載しておりますので、もし、これが、本当に何の問題もないことだと
思っている人がいるのであれば、本当にちゃんと考えてほしいなと思います。